どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。今回もやっていきましょう。エースコンバット5、ジ・アンサングをやっていきたいと思います。はい、行きましょう。次、アイスケージ、霊下の檻。またなんか縁起でもない、なんか檻って響きが悪いよ。オーシャチオ軍は急を告げた方、この構成の中でユークトバニアの捕虜収容所が発見され、海兵隊が収容所を救出し捕虜を確保した。ほうほう、なるほどなるほど。捕虜回収用のヘリ部隊が向かってると。なるほどね、そのヘリの救助を、あの援護をしろと。うん、無線室が奪還された場合、救出作戦失敗とする。敵航空機をすべて破壊撃墜し、完全な制空権を確保せよ。ってことは今回は航空戦力特化型なんだな。わかりました。じゃあちょっと早速、機体を考えていきましょう。スタートミッション。最近ちょっとなんか、陸を攻撃する機体が多かったんで、今度は航空戦に特化した機体をガンガン使っていきたいと思います。なんだっけな。まずは、どうしよっか。結構迷うな、こうなると。なんか良さげなやついねえかなっていう感じで。ミラージュもいいんだけど、結構強くて。まずはじゃあ僕がこの F14A、これに行きたいと思います。だよね。はい、トムキャット。で、それで、あと、ミラージュに、2番機。そして、あと、3番機を、どうしよっかな。F5E。5E にすっかな ?4E にすっか、それとも。4E か、違う。トルネード、あ、これダメ。あれでもこれは意外と、うん、アタッカーか。ちょっとダメだな、これは。アタッカーじゃあんまり、あ、ダメだ、F14A。どうしようかな。迷いますね。どういう機体。F、これ、連れてくか。ファイターだし、ファイティングファルコン。じゃあはい、これで1人で、あとラスト最後はもうちょっとこう航空戦力 に強い機体を、エアートゥーエアーのがなんか高いやつがいいな、できるだけ。でももういないか、さすがにこれ以上。これ違うもんね、だって。あー、参ったな。ワンチャンこれトルネードって気もするんだよな。どうしよう。一度、ま、いっか。うん。これが一番なんか、うん。エアートゥーエアが強そうなんで。じゃあ行きたいと思います。ほい。モードック出撃。行きましょう。いやー、俺はトムキャットか、今回。頑張りましょう。ファイティングファルコンってでも実際かっこいい。いろいろかっこいいっすよね。そういうコードネーム的なやつって。見えない見えない、暗くて。しかしもう少し見えてくる。なるほど。おい、捕虜収容所が。バート、あ、そっか。タイがもしかしたらいる可能性があるのか、この、もう捕虜として。なるほどね。それはちょっと嬉しい限りだけど、いるんだったら。ああ。永瀬、そうだろ?永瀬黙ってるな。どうしたの?とりあえずじゃあ分散しとこうか?敵機。戦闘機爆音が聞こえてるぜ。こちらシーゴブリン。あ、いた。あれだ。はい、見つけた。よっしゃ。じゃあこれからドッグファイトだよ。一気に後ろから、もう。あれ?これ、ヘッドオンかもしかして。避けられたか?避けられた。どうだ?これは当たる。よっしゃ、当たった。おい。が、ちょっと微妙に、相手の方が機動力上かもしれない、もしかしたら。てか、あんま、よっしゃよっしゃ。当たれ!どうだ?よっしゃ、撃墜!今のうちに装備を再チェックしておけ。はい。うん、大丈夫そうですね。はい。接近しないと探知できない。暗いからな。なるほど。全見つけて撃ち落とさないとヘリが近づけない。来やがった。どこだい?てか、そもそも収容所がどこだか見えてねえんだもん、俺。パイロットの諸君、何かいるものはあるか?おう。何か食いも、あ、違う、こっち違う。多分いねえ。戻ってきちゃった。間違えて。ここ以外の無線装置は全部通しました。あ、いた正面正面。
いや気づかれそうだけどね。一気にこう、こっちが先手を取る。いた。よっしゃ、後ろ、真横、ほぼ後ろについた。これはいける。よっしゃー、オッケーオッケーオッケー、いいぞ。これは一気にいける。さあ狙って、射程距離に入るぞ。もうすぐ撃てー。どうだ、一気当たれ。どうだ、おっしゃー、デスローイ。もう一気真後ろについてしまえばこっちのもんよ。避けられまい。よーし、どうだ。あー、向こう側にいるな、まだ。はい、こちらの気づかれた様子はないんじゃない、まだ。うん、安心して収容所で待機してくれ。そう、まだ見つかってないはず。状況が見えねえな、不安。まあ確かにな。いた。これはちょっとヘッドオンになる可能性が高いな。まあいいや。あ、違う、ならない。まだあいつなんでぐるぐる回ってんだ、この機体。旋回してる。旋回してるってことは結構当たりづらいかもしんない。当たった。よし、スピードを上げて。じゃあ今度はこの真正面にいる、今こいつらの後ろを取ろう。さっきは誰かに見られてる気がする。やめてよ、ちょっと。え、人影。ちょっとそんな演技でもないこと言うのやめろよ。ほら、当たれ。どうだ、ペトン。あー、くそ。ニクシー、ドワーフ、うん、ちゃんと見てろよ。よっしゃ、デスロー、一撃か。後ろについた、いけ。そら、機銃が結構当たらない。撃て。よっしゃ、撃墜。事前情報から敵の残存数が分かるはずだ。どう、あと残り5機、まだ5機いんのか、どっかに。ユークもそんなにバカじゃないぞ。そうだね、いい加減。そろそろもう反抗作戦に出そうな気がするけど、どこにいるか分かんないからな。どこだ。とりあえず周りを周辺警戒に当たって。この天候での哨戒飛行には無理があるな。おう、相手の無線が聞こえたということはどっかにいるはずなんだよな、敵相手が。だからそれがどこにいるか分かんないっていうのが結構辛いもんで。とりあえずマップの真ん中ら辺がここなんですよね。どう、救助ヘリは攻撃されてないよね。あれ、ちょっと連絡がないんだけど。おかしい、取りに行ったズダークは戻ってこない。やばい気がする。バレたかな、もしかして。んなこと言ったって、でもこっちまだ敵艦いねえからな。ヤノフ、報告は。あれ、なんか誰もいないから、さすがにこれは怪しむんじゃない、ユーク兵も。平行感がなくなってきた。危ないですね、確かに。ちょっと気をつけよう。これ戦闘機に乗りながらこう平行感覚なくすって、それ正直シャレにならない気がするんですけど。いるかな、間もなく日没だ。それまでに切り上げるぞと。うん、やばい、バレたか。うん、凍結ねえか。そう、何かの故障なんです。こんなところに敵がいるわけないでしょ、こんな極寒の冬の中にね。そう思いませんか。おお、ユーク兵いいね。そう、勘違いしといてくれ。近くのやつに生かしてやれ。その近くのやつもなんかこうサボってればいいんだけど。頼むよ。敵か、5機っつってもいねえぞ本当に。周り人探し回るか。急に中に入ってこられても困るけども。とりあえず上に向かって。マップ上の、でも映るかな。徐々にロープが細くなってる気がする。やめてくれよ。あ、そう、そんな風に考えちゃう。今スピードかなり速い、1000キロいってるもの。1000キロなのかな、目。これいなさそうだな。よし、あ、左こ左、はい。前期高度系に注意、日没が近い。あ、なるほど、オッケーオッケー。暗いと分かんないからね、その地面との高度が。いつ激突するかわからないし、山だし。気をつけましょう、そこは。
今まで一番のスピードで来てる、なんか動き回ってるけど、敵見当たらないもんな、全然。どこにもいないというか。各機、なんか、おのおのこれ、なんか3回して探せばいいのに。あ、でもそうなると敵に見つかりやすくなっちゃうのか。そういうことですかね、おそらく。ここにはいないと。おい。おかしいな。敵機が一機もいないっていうのはちょっとやだな。なんか縁起、縁起でも、まあ縁起はいいんだけど、ちょっとなんか、不気味と言いますか。絶対なんか出てくる気がするんで、あと5機っつってて、その後1機も出てきてないわけですから。どこかで旋回してるのは間違いないんですよ。どっか手を取りこぼしたかな。もうそんな気がしてきた。とりあえずまあぐるっと回ってみましょう。うん、レーダーを見る限りいないんだよね。近づかないとレーダーに映らないとは言ってるもののですけど、全然こう見当たらないというか。ちょっとじゃあせっかくだからちょっと視点変えておこう。参りましたね。となると、じっとまあ飛ぶしかないか。そしたら白いマークが出てくればそれはもう敵なんですけども、ちょっとさすがに俺なんだろう、エンジンちょアクセル押すもう指が痛くなってきたよ。今フルスロットルなんですから僕は。今ずっと押しっぱですよ。いないね。いないということは、じゃあちょっとゆっくり曲がろう。まあここもいないと思うんだけど、ゆっくり探すしかあるまい。こうなりゃ、こうなんかストーリーが展開しないときってやっぱりね、どこかいね、絶対ね見落としてるんだよ。前回それが分かったので、ちょっとまあ今回もしっかり見ていきたいと思います。今回あ、いたいたいた、ほらいた、やっぱりそうだ、見落としてたわ。あと5機いるんだよな。正面後ろを取りたいがどうだろうか。火器攻撃耐性取れ。あ、援護に、まあ攻撃攻撃、はい、来るよ来るよ敵、見えた、はい、トルネード、先に攻撃した方が早い。これは当たればラッキー。おっしゃ、いけ、うわー、デスロイ超ヘッドオン。今の視点すごかったな。オッケー、うん、収容所内での 戦闘発生、マジか。制空権目処は立ってる、もちろんもちろん数は減ってきてる。うん、こっち明らかに数減らしてんだから、もう敵機は頼むよ。こっちはもう持たない、マジか。急ぐ急ぐ、無先生の侵入を許すな。了解。うーわ、相当荒れてんな。制空権を早く確保しないと。うっそ、バレたの、見つかったか。予想より少し早いなと。火器3回しよう、はい、とりあえず、はい、火器分散。敵機がまだ残ってる、分かってんだよ、分かってるにもかかわらず全然見当たらないの。敵機が本当にどこっていう、真ん中らへんか意外と。うん、頼む、敵の注意をこっちに引き寄せて、そうすればこっち来るから。わざとなんかこうなんだろう、レーダーに引っかかるとかそういうことはできないのかな。倒れてるやつ引きずってけ、マジか。あー、もうえらいことになってる。あと3機残り、どこにいるかは分からんが、こんな偏僻なところまでとか言っちゃうんだ、はっきりと。こっちはそういえば攻めて、まだ見てないか、右端マップの。うん、いた、紹介所の敵機、嘘、どこどこどこ、全然見当たらなかった。あー、確かにこんなところに収容所があるの、もう十分それで逆、もう捕虜虐待ですよ、考えてみれば。紹介来た、え、どこにいた今、あ、いるいる、出た、正面正面正面、いたわ。あれは1、2、3、全部いる、よし、オッケー、火器分散問題なしね。あ、攻撃を開始、はい、来るよ、注意して、はい、 SU27、 だからこれはちょっと位置が悪いかもしれない。ミサイルのが早い、ミサイルが機銃で撃った方が、これ当たるか、これ当たらねえよな。よっしゃ、でも撃墜、撃ち去った。残り2機、了解、はい、タイムオーバー、うっそ、
マジか。これ敵を見つけるのが大変だぜ。ちょっとじゃあリトライします。はい、イエス。敵でも敵の位置はこれ大体分かったんで、まあ、しっかりちょっと捕まえて人一体一機ずつ確実に仕留めていきたいと思います。はい、見えますと。うん、マジかよ気づかなかったわ。結構見逃すことって多いんですね。とりあえず下の列、下にはあんまいなかったんだよな。しばらくこうやって飛んでいくしかないからな。はあ、南国へのちょっと配備かと思ったらまさかのっていうね。よっしゃ、火器分散。ちょっとヘッドオンになるか、ちょっと危ないかこれ。あー、ミスった。くそー、もったいね。戦闘に入ってこれみんな来てくんねえかな。10機ぐらい。うい、ブレイズエンゲージング。いた、あ、いた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 。あっ、あぶね、今危なかった本当に。今 何もしてないけどね俺自身。あ、危なかった。もう一機逃げてんな、あれ追いかけよう。違う、来るぞ。猛スピードで追っかけて。これ上にいんのか、これだから距離が遠く感じるのかな。だったら下から一気にもう、うらっ、どうだ、当たるかこれ。いや、さすがに早い。ミスったか。あ、でもよし、後ろについた。おっしゃ、あと一発。おっしゃ、撃墜。マップで行ったら、じゃあ今度はちょっとさっき3機いた方向へ行きましょう。敵機の紹介活動は目障り。うん、いた、ほらやっぱり3機いた、ここに。うん、ここの3機主力を落としてしまえばあとはもう気合で探せるんで、大体位置が分かっただけだいぶマシよ。さあ来い、やってやるぜ。あ、ちょっとダメだ、当たんないかもしれない。当たんねえか、これは。うら、どうだ、いけ。よーし、一気撃墜。うわー、ユーク兵ちょっと怪しいな、バレちゃいそうで。あれな、ちょっと意外と、うおら、あ、無理か。くそ、微妙にこうスピードがちょっと合わない。追われてねえかこれ、味方機大丈夫かな。違う、並走してるように見えんだけど、どうもこれ下手に味方に当たりそうで怖いな少し。どうだ、よーし、当たった。あ、命中撃破じゃねえのか。うん、くそ、当たんねえな。おーらー、曲がれ。うん、来た、どうだ、あった、よっしゃ撃墜。あと何機、もういないな、よし。で探そう、また結構なんか無駄に時間かけちゃったな。こちらの潜入が気づかれた形跡、まあ若干あるかも。うん、ああ、考えすぎだぜと。実際まだそんなことないと。あんま、ちょっと、そっか、それは悪かったな。あんまりなんか言葉を間違えると良くないのかもしんない。わあ、ヒット、はい、くそ、今早かった、あぶね。近くにやつに行かしてやる。やばい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 、バレるバレるバレる。その前に早く紹介に、相手の紹介機を倒さなきゃ。ヒットだけ、もう一発当たれ、よっしゃ撃墜。もう一機、多分さっき俺が倒し損ねたやつ。どうだ、うーん、違う。うわ、回避成功、ナイス、よくやった。流せ、いいぞ。これ味方機に任せた方がいいんだけど、味方機って結構やばい、日没来た。うら、どうだ、よっしゃ撃墜。あと何機、まだいるな。はい、残り5つって言ったけど、どうだろう、まだ 5? うん、ああ、もう不安になっちゃって。まあ
話し声聞こえたんだって本当だって、やばいな。警戒されてんのやっぱり。ちょっと位置が悪い。どうだ、当たればラッキー。あー無理か。うん、でも後ろに回ればダメだ。相手もやっぱり熟知してんだろうな。来るか、おっしゃ当たれ。あーもう一発、おっしゃいった。はい、再び結構片付けたけどね。あといくつ、まだ5機いんのかよ。あと5機探すのも大変だな。分かってる分かってる分かってる、急ぐよ俺だって。そんなバカみたいにぐるぐる回ってるわけじゃないんだ。さっきはバカみたいにぐるぐる回ってたけども、ちょっとこれコード落とそう。うん、高いところは高いのかな、まあ、こいつは探していくしかないもんね。さっき個別の運動していいんだぜ別に。なんか俺がなんかこうすごいなんかあの先導してる感じになってるけども、どちらかといったらみんながこうバラバラになって探した方がいい気がするんだけど。この際スピード上げるか、若干まだかな。どこにいるんだいみんな、敵機。普通もうなんかあと5機ってなったら、いやー周辺警戒やばい。そろそろだから戦闘開始しちゃうんだよなきっと。やばいな、間に合うかな。あと5機、めぼしいところは片付けたはずなんだけど。てか数も絶対減ったと思ったんだけど。はい、装備は確認しとこう。俺もだけど、もちろんあのそのね、シーゴブリンのみんなもいるか。こう後続してるか、救助ヘリ。見た感じもういない気がするんだよな。なんか敵機それでもまだいるってんだったら、もうこっちはどうしようもないと言いますか。困るな。レーダーもうちょっと高性能なもん欲しかったな。でもないんですもんね。仕方ないな。それもうぐるぐる回るしかないけん。これタイムアップとかきついぜ本当に。これされたら残り4分ってか、そういうことじゃないのか。4分以内に見つけろっていうことなのかな。ゲームオーバーってのはそういうことですよね。つまりさっきタイムオーバーだったから、へえ、あと4分以内に、あとこの広大な地形の中から5球見つけなきゃいけないの。そんな間違い探しみたいなことを。よし曲がろう。はい、旋回。こっちら辺でもいなかった気がするんだよな確か。敵機あんまり、あ、いたか、いた、いたわ。スピード上げて急ごう。そう、ここら辺なんか何機かいたな敵が。さっきはほらいた、1、2、3機、違う、1、2、3、4、5機全部いる。よし、あれを吸収すれば倒せる全員。全部いる正面。先にこれ遠距離の高いこっちの方がいいな。おら、これ当たるだろう。どうよ、あーくそ、ヒットだけか。でもこいつらもまとめてやるしかねえな。急いで、時間もねえ。でも場所は分かったからそれだけまだ救いよ。3分、やばい、ちょっと時間がねえ。敵がまだ残ってる、分かってる分かってる、そんなことは鼻から分かってんだよ。でも意外とあたなんか狙いが、ちょっと待って、くっそ仕方ねえな。こうなったらちょっと他の3機もちょっと遠回、なんか向こう回行ってるから、そいつを片付けよう。俺がおとりになるから機体の。おいおいおい、どうするって困ってるね。そう、自らの判断で交戦して、頼むから。だからって置いてくることないでしょ。まあ、いっか、先のやろう、先に。もう前にいる。いた。さあ、当たれ。あー、戦闘始まった。余裕ないのに。当たった。よっしゃ、はい。曲がろう。はい、急げ。単独では行動するな。あ、もうこっちもそうだから。うわー、いた。ほら、正面。いたよ。
先にこっちで攻撃した方が早いか。使えるミサイル使おう、もうこうなったら。おっしゃ、はい、大丈夫大丈夫、もう上がってる。頼れるな、ありがとう。なんとかこいつら本当にあと1分もないから、時間ない時間ない。残り2機分かってる。うん、こっちは持ちそうにない。そんなこと言ったってこっちだって敵の数が多すぎるんだよ。仕方ねえな、ちょっと距離を取る。ちょっと頼む、味方なんとかしてくれ。よし、後ろについた、いいぞ。後ろに回った、今チャンス。おらー、落ちろや。よっしゃ、さあ戻ろう、あと1機、ラスト1は分かってる、戻ろう。残り1分22秒、高速のスピード。よし、見えた見えた、いた、いるいる、ラストラストラスト。うん、今どうやってズームアウトできた、よくわかんないんですけど、なんかなぜかズームアウトができたからちょっと嬉しかったんだけど、そういうことじゃないか。はい、あー戦闘開始した。でもこっちも急げ、やばい、1分切ってるじゃん。うわ、でも後ろにつける、このスピードならいける。うわ、敵の、あー急げ急げ、よし見えた、オッケー、てー全弾発射。よっしゃー、ミッションアップデート、タクシー呼んで儲けたぜ。え、あーよかった、あーよかった、時間経過と、よかった、タイムアップはもうないね。また20分、よかったよかった。C ゴブリン乗り物やつ、あ、じゃあ今度はこいつの護衛だね。はい、よかったよ。この C ゴブリンの護衛しなきゃいけないんだ。パイロットは守り通せ。大丈夫かな、なんか機銃のようなものが見えるな。ちょっと行った方がいいぞこれ、急いで。うわ、もうやっぱ前にいるわ、参ったなこれ。C ゴブリン大丈夫か、あーいる、ターゲット、あいつか、あいつ全部破壊すんのか。あー弾よし、はい、攻撃全員頼むよ。うわー、隊長ミサイル、あやと、でもそういうことじゃなくて急ごう、もうこのターゲット全部破壊して、とりあえずもうあの C ゴブリンを守らなきゃ。あー撃ってるよ、ほらほら、 AA ガンとか対空機銃が、エアートゥエアガンなのかな、もしかして対空機銃って、そういうことなんでしょうか。あ、でもエアートゥエアではないのか。よいしょ、おっしゃ、当たった、行こう。銃弾高いビナー、どこに届ければいい。ガンシップ、おお、すごい、なんかかっこいいこと言うね、銃弾の配達員。ちょ、こっちも負けてらんないね。ミサイルお届けいたしまーす。おっしゃ。もう一機。てっ、おっしゃ、安定感抜群だよ。あと何機、もうないんじゃない、あと。おら、よっしゃ。そして AA ガン。まだいるね。狙えー、よっしゃー、どうだ、デストロイ、あと何機、まだいるね。あー結構残してる、戻ろう。味方もき、あー OK、 うわー撃ってる撃ってる、めっちゃ撃ってる。あーくそ、弾、うん、 B 南とガトリンの戦車頼むよ、少しでも少しでも攻撃して、もうダメだ、機銃当たんね。うん、はい、SAM って何の略なんでしょうね。おい、お前たちがしんがりだった、頼むよ。おっしゃ、あとちょっと、ボックス、いや発射してるね、ちゃんと。ナイス、アーチャー、グリム、おい、ブレイブ、ボックス、あともういないんじゃないか、全部やったろ。捕虜を外に出す、よかった、ふぅ、やったよ。今から向かいか、用意しなと、いやーよかった。うん、
俺たちがヘリに向かう。最後まで油断しないようにしよう。敵がいつ来るかわかんねえ。あの人たちの顔が確かめられればいいのに。多いね、シーゴブリン。着陸してるじゃん、ちゃんと。頼むぜ。敵、いつ敵来てもいいようにしよう。こっちは準備しとこう、本当に。多分、シーゴブリン、どうなの？シーゴブリン回収したらいいのかな？それとも撤退すればいいのかな？それちょっと気になりますよね。え、本当に見に行ったの、長瀬。マジで？よっしゃ、積み残しがないか確認中、いいぞ。バートレット隊いる？いないのか。そっちはどうだ？じゃあ違うのか。ここにいなかったんだ、タイ。今それどころじゃないって。え？え？ミサイル来てる！誰？嘘！ちょっと、うおー危ねえ！おいおいマジか！長瀬！うおー！気をつけ気をつけろ！え？タイ、うわ、長瀬！嘘。お。ああ。あ、よかった、大丈夫？ああ、よかった、生きてて。なんてこった、長瀬が撃墜されたとは。彼女の救出頼む。頼むよ、ガンシップ。前回はそれがちょっと残念ながら遅れてしまって体調が救えなかったけど。OK。頼む。いてくれ、生きててくれよ、ちゃんと。着陸とか失敗しないで。脱出したんだろうけど。え、何？天候が悪すぎる、うっそ。うわ、天候回復するの待つしかない。そんな残酷な。それじゃあ体調の時と全く一緒じゃねえかよ。なんとかなるだろう。今は耐える時です。そんな、うわ、うっそ、また見捨てんのか俺。それはきついよ。残酷だけども、まあ仲間が無事救出された、それは良かったよ。本作戦中に被弾脱出したケイン・ナガセ隊員の処遇に関してはペロー大佐が通達に従い、ペロー大佐が、なお墜落によって失われた隊員の機体は総司令を補充する。なるほど。バートレットを見たも様子がない。誰も見てないんだ。彼はどこへ消えたんだろうな。天候回復して長瀬隊員の救出を実行する。頼むよ。昇進したんだ。上級司令部に感謝したまえ。今それどころじゃないんだよな。長瀬がちょっと行方不明っていう感じで、シャレにならないというか。いてくれよ、頼むから。天候良くなんねえな。大丈夫？あ、本が。うわぁ。長瀬がなんか、好きだった本が。なんて書いてあんの？うわぁ。Trying to remember every sentence and every verse. なるほど。I love this book so much, but I only have faint memories of what was inside. I feel like I've grown so far away from everything since then. I remember how she looked when she told me that. ちょっとなんか間に合わなかったみたいな感じでやめてくれよ、そういうの。I couldn't help wondering.彼女は自ら墜落を選んだんじゃないか。嘘でしょ？ちょっと悲しすぎるでしょ、こんなの。というわけで、次回へ行きたいと思います。お楽しみに。じゃあね。ベルガはとりあえず念のため攻撃でもしておこうか。一応攻撃はしておくよ。さあ行け！ウカはスナッチボールを投げた！
マスターボールの力を見よう。来い、行ってくれ。1、2、3、ピタッと、シャーあっけねえな。あんたの最終兵器は俺のもんだ。